この仮面が気になるのかい？小さい頃からつけてたんだ。人生の大先輩からいただいた記念の品だよ。ビジネスコンサルティングをお求めですか？詳しいお話をする前に、お互いが納得できる契約を交わしておくのがベストですね。揉め事が起きたなら法廷までお越しください。法にのっとった手続きこそ正義の執行における目隠し、つまり私はどちらにも贔屓しないということです。